し、もうスケーターとか、まあ、本当にずっと大会に出てるライダーとかを見てすごいなって技をもう真似してやってた人生だったんですけど、もともとはね、小さい頃はこう上手くなった時に、あ、新しい自分、あ、この人たちもやってない技をやってみようって思って、それができた時に、まあ、その人たちからも評価を受けて、あ、本当にオリジナルってすごいこの、ね、業界で大事なんだなと思って、まあ、それが本当に自分で、ね、初めてやった時が、まあ、ソラグラインドって今名前付けられてますけど、まあ、それが評価された時は、まあ、本当に自分の人生が変わったってはないんですけど、まあ、それぐらい大きかったので、まあ、一歩踏み出したのはそこなのかなと思います。まあ、誰も想像ができない、誰も考えがつかないというトリックなので、すごい難しいですし、まあ、自分もすごい苦労してますけど、できた時の喜びだったりとか、できた時のこうみんなの評価っていうのはすごい面白いと思うので、自分のスタイルはもう本当に誰もやってない技を、まあ、世界に届けるっていうのが自分のスタイルかなと思ってます。世界ランキング3位で迎えて、まあ、すごい調子いい中で、まあ、コンディションもねいいなと思って、勝てるなと思った状態で行ったんですけど、ね、予選落ちという悔しい結果で、まあ、本当に、ね、今までの人生を振り返ってこう一番になるんじゃないかなって思うぐらい悔しい結果だったので、まあ、本当に、うん、まあ、思い出したくないぐらいの過去であるかなって思ってます。まあ、本当に自分はこれからスタート地点だなと思ってるので、まあ、本当に世界と戦うっていうよりは日本人と戦うみたいな感じにはなってくるんですけど、まあ、本当に、ね、これから、ね、もっと過酷な戦いが始まると思ってるので、まあ、もっともっと頑張らないといけないなと思いますし、もっともっと練習が必要だなって、まあ、思う点がいっぱいあるので、まあ、本当にねこれまで以上に頑張らないといけないなと思ってます。東京オリンピックでオリンピックの大きさを気づいたし、まあね、どれだけ自分の人生を変えれるかっていうのも気づいたので、まあ、自分にとってもやっぱ本当にねすごく人生が変わるきっかけになると思ってるので、まあ、パリの大会はすごい大事にしてますし、それを追い求めていってますし、まあ、本当にね周りにもねすごくいい影響を与えれるかなと思っていて、ね、もっともっとスケボーする人が増えたりとか、スケボーに興味を持ってくれる人が多くなると思うので、まあ、自分にとっても周りにとってもすごいね影響ある場所だと思うので、頑張りたいなと思ってます。